イカヒコ深夜便、こんばんは。ナビゲーターの酒井です。本日は店名についてお話ししていきたいと思います。はい、店名はね店の名前です。ああ、店の名前、はい、うん、まあ豆彦なんで店名って言いましたけど、うんうん、まあ、名前をつけるとか、まあ、題名をつけるとかでもいいし、ドラマだったらね、だし、タイトルってことね。タイトル、うん、まあ、店名ってあえてしたのは、うん、まあ、レストランとかで働いてたんで、うん、店名ってまあ大きく分けて2種類あると思うんですよ、うん、っていつも思ってて、うんうん、自分の名前を入れる人とそうじゃない人、うん、みたいな、そう、そういうことです、うん、まあ会社でもそうですけど、うん、そういうのと、うん、でまあ店の、うん、これはだからお店ってこう、じゃあ井川さんとかの考え方だと、うん、まあ、神社って言ってるぐらいだから、うん、まあ、公共の、うん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 、公共性をいかにこう持たせるかっていうことで、いかに自分を消すかっていうことを、もうとにかくこれ、このラジオ始まった最初の頃に言いましたけど、このイカヒコのイカっていうのはもうやむなく出ちゃってるわけで、それでも半分と、本当は誰がやってるか、そうそうそう、どこから来たか、いつからあるか分かんないような、うん、まあ、店で ありたいわけじゃないですか、うんうん、で代々木公園が佐々木公園じゃ嫌だもんね。そうですね、うん、でコーヒーも、うん、何ガテマラさんとか、うん、なんとかとかとかじゃなくて、うん、まあ、なんか分かんないけど美味しいと、うん、とかね、うん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 、まあそういう、逆に何か分かるときは、うん、あえてのカルピスだったりとか、うん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 、そういうだったりするっていうことだと思うんですけど、うんうん、でそのまあそのタイトルでも店名でも そのなんか、ね、名前をつけるときに、うん、っていう名前っていうのは本当よく、うん、あこの人とかこの会社がこの店とか、うん、何考えてどういう人なのかなっていう想像が割としやすいっていうか、うん、ああ多分こういう感じのことを考えてるだろうなみたいなのがよくわかるんで、うん、で井川さん店以外に映画も撮ってるし、うん、今ドラマも撮っていて、うん、まあ歌詞も書いてるじゃないですか、うんうんうん、だからそういう名前をつけるときにどういうことを考えてるのかっていうのをちょっと話していたいなと思って、まあこれにしました、うん、なるほどね、うん、うーん、名前、例えば、うん、娘の名前って、うん、どうやって何きっかけでつけたんですか。ララハっていうね、はい、あれはね、なんかまあ、基本的にだから名前って直感って言えば直感なんだよ。あんまり名前って俺重要じゃないと思ってて。ああ、なるほどね、うん、はいはいはい、まあそれすごい思うのは、はい、金八先生って金曜8時っていう意味でしかないじゃん。でもそこに後から金八五六みたいな、うん、はいはい、おかしいだろ金八五六って考えに金曜8時なのにでもなんかその金八先生みたいな先生がいてくれたら嬉しいとかいうふうに、はい、つまり名前って後から意味合いを持ってくると思ってるわけ、なるほどね、はいはい、でまあ自分の娘だったらとにかくあんまりその俺どっちかっていうとすごく名前に意味のあるじゃん、よしひろって。確かにもうすごいなんか、なんかすごく意味があって、うん、まあ別にそれに押しつぶされそうになったってことはないけど、うん、まあ、なんか意味を先に意味があってこれが理想なんだっていうのと、うんうんうん、なんか別に名前に意味なんかないんだけど、うん、後からそれにすごく意味があったように思えるっていうことの方がいいと思ったわけよ、うんうん、だから自分の娘の時にはとにかくあーっていうその母音で言えば あの音だけが並ぶっていう、なるほど、ね、でいかとはもう
母音で言えばあだから、うんうん、イガーってなるようにとにかくまあなんか全部あーってなるようにした方がいいんじゃないかと思って、うん、そのだから田中でもいいんだよ、はいはいはい、なんか そういうもので探してってまあララハにしたっていうからあんまり別に意味はないわけ、はいはいはい、でまあ豆彦もそういう意味ではあんまり意味がなくて、はい、あのなんだよそれっていう感じに、うん、だからあんまりね名前に意味を持たせるっていうのがそんなに好きじゃないんだよ、うん、まあそのどっちかっていうとアイデアをは持たせるけど、うん、なんかそんなになんか気持ちは込めないって感じですよね。そう、うんうんうん、気持ちは込めないっていうのが良くて、うん、まあだって昔の人は太郎次郎三郎とかまあそうですね僕も名前意味ないですからあんまり意味ないじゃない、うん、だから名前って案外その名前そのものに意味を持たせるのって、うん、なんかどうかなと思うっていうのがあるのかなるほどっていうことが一つね。あと今の話を伺って思ったのはじゃあ自分がやれ喜八だの三国だのっていう風な名前にするかっていうと、うんうん、これってまあ例えば喜八でも三国でも喜八、うん、さんがやってますと三国さんがやってますと、うんうん、だこの人この人がまあまあ俺が逃げも隠れもしない責任を取るっていう意味合いだと思うのね。実際はちょっとどうかなと思うとこあるんだけど、うんうんうん、でそのまあだから要は俺のイタリアンっていうとこのことじゃ、そうそうね、俺のなんだよね、はい、でただそれって結局まあ自分が料理には責任を持たせるっていう意味じゃない、うん、だけど俺がやりたいのは全然そこじゃないんだよね、うんうん、そうなんですよね、うん、どっちかって言ったらやっぱりその水槽の中に、うん、まあグッピーがいて、はい、そこにこう水草があって、うん、っていうそのなんか失礼は用意するから、うんうん、そこに勝手にこうなんかその他の魚が泳いできたりするっていうことそのものの偶発性が自分のやりたいことだから、うんうん、偶発性に自分の名前入れてどうすんだよって思っちゃうわけ、うんうんうん、なんかだからなんて言うんだろう、まあ、時々言うけどその京都のお寺の庭作りみたいな、うんうんうん、このそうどこもいい庭を後から見ると庭師一緒なんだよっていう、あそうなんだっていうことが分かるってことなんであって、はいはいはい、その庭そのものの良さっていうのは庭師の良さじゃなくて、うんうんうん、なんかその時にたまたま行った時の、まあ、もみじの咲きようだとか、うんうんうん、そこの雨がしっとりやった後の苔のキラキラしたのとか、うんうん、そこに人が歩いてる風情とか、うん、霧がとかっていうことがいいわけじゃない、はい、でもそこまでもちろん考えて組んでるからねっていうことがやりたいわけで、そこの名前がなんか何々寺の井川っていう井川園とかだったら、うん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 、そんな長谷園みたいなすごい嫌なわけよ。だからあのまあ吉野に関してはまあまあなんかどうしてこうなっちゃったのか分かんないけど、まあでもまあそれも吉野っていう自分じゃない人が出て前面に出てるから、まあ、吉野のいるまあ、空間っていうことのプロデュースまではできるんだけど、もう私を見て私を見てっていう感じにはどうしてもできないんだよね。だからまあこれはなんかよくわかんないけど、まあ今の本当庭師の例えが一番しっくりきてて、やりたいことは自然と調和したそこの空間に、完全な野放しの自然ではなくてある程度計算した陣地の入った自然の庭、まあ、神社もそうだけど、うん、そういうものがやりたいから、うん、絶対自分の店を三国とか喜八なんていうのはしないね、うん、そうする人がいるじゃないですか、うん、だから自分のドラマなんかの主人、うん、主役あのその出演者っていうかねその登場人物の名前も、うん、もうかなり適当だ、うん、そういう意味ではだけどそれは多分ね三谷幸喜もそうだと思うんだよね。はいはいはい。で多分古畑任三郎なんて絶対時藤三郎と あの世田谷にある古畑病院とか混じってなるほど、うん、
多分時藤三郎と古畑病院合わせて古畑任三郎っていうぐらいの適当にしてんだと思うんだよ、はいはいはい、だけど、うん、じゃあ適当なんですねって言われると、ま、案外そうでもなくて、はい、なんて言うんだろう、なんかこう、いやこの人は絶対に A 子ではないとかってあるわけ、仮にだよ、まあ凛子っていうのはあるかもしれないけど、少なくとも A 子はねえよっていうことってあって、それえどういうことなんですかっていうと分かんない、でもなんか感覚的に、うん、凛子はないなと、高子とかもないなとか、米子はないないみたいなことっていうのがあって、あやっぱりここは普通に、うん、敏子かなみたいなことはあるわけよね、まあだから名前で印象付け、むしろ印象付けたくない感じですよね、うんうんうん、そこに引っかかったりしないでほしいって感じ、ね、あんまり引っかかってほしくない、なんかだから今さ俺も一番イラッとしてんのはさ、はい、あ食パン屋がさあ、はいはいはい、なんかさ、はい、変なのあんじゃん、うん、知ってる？いっぱいありますよね、うんうん、いやその中に食パンプロデューサーみたいな人が、うん、作ったパン屋がいっぱいあって、あ知らないか、知らない、食パンじゃなくてあれだったら知ってますよ、ね、カレーパンはなんか小麦の奴隷とかっていうさ、あーそういうのもあるね、なんかなんだっけな、食パン屋のね変な名前の、今食パン変な名前で検索してみるね、あったよ、例えば考えた人すごいわ、あーはいはい、とかどんだけ自己中とか、おいなんだこれはとか、あ今そんなになってるんですか、そうだよ、いや こいつが考えたんだけど、多分一人の人がね、あ全部同じ、そう、はあ、名前を考える人ってことなんですか、そう、いや名前ってかその人それも含めたプロデュースなんだっけ、やってんだ、いやそれに便乗してんのもある あるのか知らないけど、はいはいはい、私入籍しますとか、パン屋午後の食パンこれ半端ないってとか、この変な名前のパン屋さんの仕掛け人っていうのがいるらしいんだけど、どうもないっすね、ないだろういやだからもうさ、一過性キラキラネームじゃんこれって、はい、言ってみりゃそう、キラキラネームをつける親の、うん、何なんですかね、何なんだろうね、うん、この前ミッキーっていう名前のやつが捕まってたからね、あーなんかキラキラネーム、まあ、どっからキラキラネームなんですかね、あ時代がってこと、そういや俺たちの後ぐらいじゃないの、えじゃあもう大人でいるんですか、いるでしょだって、あ、まあ、ミッキーはまあそうですよね、だってミッキーも確か美しい喜ぶにいいとかそうなんだよ、ね、あそうなんミッキーみたいなとか、いやまあだからいやいいんだよもう別に、だからいいんだけど名前ってまあだから強いて 言えばどこかに品は欲しいってのあるね、いやそりゃそうじゃないですか、うん、そんな深い意味なんかいらないんだけど、まあイカさんの場合名前だけじゃないですけどね、何でも品は、あそう、うん、うんうん、なんかちょっと品は欲しいっていうか、うん、その前に出すぎるっていうのもあれだダサいし、うんうんうん、かといって後ろに引っ込んでるのお前少し考えろよっていう、そうですね、その辺の塩梅みたいなものが、まあ、センスっていうのも言えるけど、なんか品みたいなものはさ欲しいじゃんとは思うよね、じゃあ映画とか、うん、まあ、小説とかでもいいですけど、タイトルが先ですか、あタイトル後ですか、歌はね、うん、タイトルは後、うん、その結構ね歌のタイトルって結構難しくて、うん、はい、歌詞を書いた時にはこういうことだっていう風になってんだけど、うんうんうん、なんかこうやっぱりどこかそのつまりあれだよね、何でも暗喩か陰喩かってことだと思うんだよね、うん、あなんかね、うん、あ暗喩と陰喩一緒か、そう、直喩と暗喩、タイトルでその話をすると、うん、勘誘と暗誘なんですよ、勘誘って何、勘誘っていうのは、うん、それ置き換えてる、だから襟裳岬とかっていうのは勘誘なんですよ、だけど
つまり、うんうんうん、あの全体を表すテーマにしてるものは暗喩で、うん、それを、うん、置き換えてるものだと、だから例えば女の人をタイトルにした時に、うん、女王って言ったら暗喩で、やわはだって言ったら寛喩なんですよ。あ、なるほどね。その人の一部を持って、うん、その人を表現していると、うんうんうん、で女王っていうのはその人って女王様っぽいっていう、うんうんうん、それをその人を女王そうにしてるっていうので、うんうん、大体タイトルってこの2つのどっちか、うんうん、ああなるほどなるほど、うんうんうん、だからその辺はそうだね、うん、だからそのこの歌の塩梅が、はい、その寛喩がいいのか、はい、その暗喩がいいのか、はい、みたいなところが分からないのよ、はいはいはい、だからまあ寛喩で書いててもちょっとこれじゃちょっと分かりにくいからもう直接言っちゃおうとか、はい、その辺のさじ加減っていうのは結構歌ってギリチョンまで分かんないとこあるから、うん、割とタイトルっていうのは割とガラッと変わるね、はいはい、だけど今回のドラマのまあ例えば分かりいいのはこの前やったお芝居のポークとか、はい、チキンとかでも先にもうこういう表題あってこれで何か考えろみたいな話だったらもうそのタイトルがこうだからこのタイトルからどういう風ななんていうのこれが勧誘になるように作るわけでしょ、はい、だからそれはじゃあ何なのかっていうところだから、だから映画は全部勧誘だったと思うんですよ、うん、そう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 、うん、ティラミスとかそうそうそうバターケーキとかそう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 、だからそういう風にして作るとこあるけど歌ってもうちょっとなんか自由だから、うん、なんかもうダイレクトに行ってみたりっていう、まあやっぱり歌ってのはすごい多作だからね、うん、まあなんていうの適当に作れるっていうか適当に遊べるっていうところはあるかもね、うん、一級入魂じゃないから、うん、でも作品ってか映画とかって、まあ、だから映画もすごい作ってる人だからたくさん作ってる人はさ、例えばトラさんなんていうのはさ、うん、そう男はつらいよっていうタイトルだからね、そうですね、トラさんじゃないから、うんうんうん、男はつらいよ第25回トラジローハイビスカスの花とかってもうさ、うんうんうん、なんかこう、まあ、そういうことだよね、うん、で今回、うん、ドラマ、うん、乗ってビアンカって、うん、これ会員じゃなくて、うん、ああいうだと思うんですよ、うん、そうだね、だからなんか今回違う形で来たなって実は思ってたんですよ。でもこれは多分まだ全然書いてないからなんとも言えないけど、ただいずれ勧誘になるように書いてんね。ああなるほど、うん、そのタイトルが変わるわけじゃないけど、そう、ああなるほどね、やっぱり最初は全然勧誘っていうか何を、うん、そのなんかこの、白夜の夜明け前 の中に生きる人々みたいな感じになるんだけど、はい、と思ってんだけど、だからといって俺不揃いのリンゴたちってタイトルは自分ではつけられない気するね、うんうんうん、なんか不揃いのリンゴたちって、まあ、ちょっと説明的ですしね、ちょっと中身分かっちゃうよ、分かっちゃうような感じじゃない、うんうん、だからまああれ本人がつけたのか、まあ曲がつけたのか知らないけど、うんうん、やっぱりまあ乗ってみえんかだと、あそうかこれ勧誘だったんだっていう風になるようなところに自分のカタルシスがあるから、る最後の方はそういう話になるようになセリフが、まあ、そのイメージはすごいある、うん、そうなんですね、うん、なるほどなるほどねみたいな、だからそれはやっぱり逆算して紐解くって書くから、うんうんうん、やっぱりああいうの書くと自分ってのはものすごい数学脳だなとは思う、うん、なんか結局 X とか Y っていう、うんうん、その例えば括弧10プラス X 括弧かける6イコールいくつの時にその X はいくつですかみたいなことと一緒で、はい、答えが先にあった時の逆算でここを、なるほどね、うん、はいはい、探すのか、まあ、上から計算してって答えを出すのかって、うんうんうん、結局まあどっちにしても右と左が一致するように作るっていうのって数学能じゃない、はいはい、だからなんかそうしようと思ったけどとっちらかっちゃったっていうことって俺はあんまりないよ、うん、結局右と左がちゃんとイコールの等記号になるようにはこじつけでもするっていう、うんうん、
このラジオでもそういうのを感じますもん、まあ、そうだね、このラジオも先に答えが出ちゃってるんだけど、遠回りしても結局あちゃんと等記号になってたなっていうふうになるようには計算して、ね、計算っていうかそういうのじゃないと気持ち悪い気がして、そうですよね、計算ミスが起きてるような気になるよね。